こんにちは、幸子のビューティーアドバイスです。どうもよろしくお願いします。カメラの位置ここで大丈夫なのかしら。いいですね。はい、今日はですね、もう10月に入ったということで、私たちのこの化粧品の業界では一番結構暑いというか、お客様もお店の方も結構こうワクワクするものが出てくるんですね。1年に1回限定品という格好でメーカーさんの方からスペシャルな商品が出てきます。で、もう今回ね、出てるものもありますし、まだ未発売でご予約を受けた周りっていうものもありますので、そちらをね、いくつかお持ちしてみました。はい、まず、今日はね、結構数が多いのでどんどんやんないとね、詰まっちゃうんですよ。なのでちょっとテレビショッピング的な感じでどん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 紹介をしていきますね。はい、でまず1品目こちらです。はい、こちらは資生堂さんの150周年記念の限定商品ですね。万物資生オイルと言います。これ美容オイルになります。はい、こんな感じのちょっとたっぷり入っていて、ガラスの容器に入ってますね。で、こちらが何ミリリットルだっけ、120だ、120ミリリットル入って4950円、税込みになります。で、どんなオイルかって言いますと、全身使えるマルチなオイルなんですね。なので髪の毛のスタイリング剤の代わりとしても使っていただけますし、保湿剤としてお風呂上がりにお体中に全部塗っても大丈夫ですし、ハンドオイルとしてちょっとマッサージとしても使っていただくことができます。あとはお顔のマッサージとしてスキンケアの一環で入れていただくこともできます。ちょっとご希望の方がいればちょっと使っていただいてって思ったんですけど、青木さんちょっとつけてみます。興味ある？オイルつけてみる？じゃあお手手出して。お手手はいどうぞ。何のオイル？あ、美容オイルなので髪の毛でも手でも どこでも大丈夫です。サラサラになるので、ペタペタしないんですよ。顔につけてもいい？あ、顔でもいいです。首とか？あ、全然大丈夫です。顔全体、全身どこでもいけます。あ、どうでも。はい、マッサージのオイルでも使えるので、でつけてもらうとね、全然こう油っぽさみたいなものがないので。もうなんかすごい激しくつけてくれてるけど。はい、そうそう、なんかね、オイルをつけた後の膜感とか、なんかちょっとペトッとするなみたいな重たさがないですから、一年中使っていただけるすごく気持ちのいいオイルなんですけど、すいません、150周年の記念オイルということで多分今回限りしか出ないです。はい、で少しだけまだうちにも在庫がございますので、ちょっと興味あるなっておっしゃる方はぜひ香りなども確認をしに来てください。はい、いい？はい、じゃあ次はですね、香水ですね。こちらベネフィークっていう資生堂さんのスキンケアのブランドから出ています。こちらももう発売がされています。ベネフィーク のオードパルファム、あとルームコロン、あとは、パルファムですね。その3点が出ています。お値段がそれぞれ、ルームコロンが4950円で、オードパルファムが9900円、パルファムが2万2000円のお値段で出ています。はい、こんな感じですね。ルームフレグランスはこういう風に、はい、はい、はい、ルームフレグランスはね、こういう風に木の棒スティックを刺して香りを拡散するタイプなんですけれども、はい、寝室だったりね、リビング、あとは玄関みたいなところに気軽に使っていただける、性別も年代も関係なく、皆さんに好まれるような香りで作ってあります。ベースがベネフィークのスキンケアの香りで作ってありますので、やっぱりスキンケアを使われている方にとっては、日常生活でもね、香りに包まれながらスキンケアをしたりとか、あとはお休みになったりということで、ちょっと気持ちが安らいで、はい、神経が休まる香りですよっていう感じになります。よいしょ、はい、どうぞ。ごめんね、これテスター持ってきたんだけど、うちのがこぼれちゃうと困るもんで蓋してあるんだ。これがルームフレグランスの、はい、テスターになってますね。
そう、あんまりね、なんかこう年代もそんな関係なく使えそうな香りなんですよ。あの結構主張が強いと、割と外資系のね、あのメーカーさんが今流行ってたりもするんですけど、主張が強いと結構あの使うシーンがこもあの限られたりとかっていうのもありますので、こちらだとね、仕事に行く時でも軽くつけたりってこともできるのかなとは思います。この香水フレグランスも全部あのもう発売済みですので、少しまだ在庫ございますので、お早めにまたいらしてください。で、次からはお楽しみの、まだ発売前ご予約受けたまわりの商品をご紹介をしていきたいと思います。はい、もうね、じゃあどんどんいきますね。まず10月の21日に発売になります資生堂のクレノポーボーテの限定品をご紹介させていただきます。資生堂のクレドポーボーテというブランドは、まあ、資生堂 の、 あの最高級ブランドということで出ていますので、あ、はい、ありがとうございます。毎年あのかなり気合の入ったというか、あのパッケージデザインもそうなんですけど、内容もかなりこだわったものを出してきます。はい、一覧このような格好になっていますね。去年も、ね、出てたので、結構毎年楽しみにされて、あの毎年毎年結構コレクションのような格好でお求めになっていかれる方も多い一品ではありますけれども、今年も、全体的に、10月の21日発売のものと11月の21日発売のものと、メイキャップ商品を中心に出てまいりますので、そちらのご案内をさせてもらいます。はい、ではですね、10月21日に発売になる商品からご案内をしていきます。まず、商品の今回の、ね、コンセプト、メーカーさんが言ってるコンセプトなんですけど、これね、あの今回はあの星座、四季を彩る星座をモチーフにして作ってあるということで、見ていただきますと、パッケージにもこのような感じで星座がデザインがされているんですね。はい、あの春夏秋冬それぞれの代表する星座があのパッケージデザインとして使われています。なので鏡台の上でね、並べるだけでもすごく楽しくなっちゃうようなアイテム。ちょっとね、全部並べるとね、私もね、落としちゃうと困るな。あれもうちとなんか一個ずつにしてやん。はい、では春の星座の方からいきますね。10月の21日発売ですね、ルージュアレーブルの口紅ですね。こちらは2色発売になってきます。マットのタイプとツヤのタイプの2色になります。はい、中身がこのような感じ、デザインがすごく綺麗ですね。わかるかな、ちょっと開けますね。マットとツヤと2色です。これは限定色になっておりますので、今回お求めいただいた方だけの、はい、商品となっています。こちらが523番マットのタイプです。ちょっといいかな、エレガントな女性らしいローズの色ですね。私これに触っちゃうとまずいだかし、これ出してこうした方がいい？はい、わかりますかね、こんな感じの色味です。使いやすい感じの肌なじみのいいローズですね。うん、あの肌なじみがいいタイプですから、あのお仕事に行かれる時でも大活躍するかと思います。あともう一色がツヤのタイプ、こちらはベージュ系のお色味です。はい、こんな感じです。わかるかな、見えるかな。で、色がこういう自然なオレンジベージュのタイプ、こちらがツヤのタイプになります。はい、どんどんいかないと時間がなくなっちゃうね。はい、この2色がルージュアレーブルです。で、あともう一個、春の星座の方からプードルトランスパラント、こちらはあのおしろいですね。1色、1番のタイプです。13,200円ですね。中身は今まで出ている現行品の1番のフェイスパウダーと同じものが入っているんですが、ケースの
方にこのセーターのモチーフが、はい、イラストで描かれています。なのでこちら1品買っていただくともう次からレフィルでね対応ができるんですけれども、この素敵なパッケージはそのまま使えますので、ずっとセーターのモチーフのもので鏡台の上で使えるという感じですね。これもすごく人気になっています。一番肌に透明感を出す01番なので使いやすいかと思います。はい、どんどんいきます。次、夏の星座から出ているものです。オンブルクルールクワドリ、こちらアイシャドウですね。4色組のタイプ、ケースに入りまして8250円のタイプです。よいしょ。箱もね、すごく見てください、こんな感じですごく綺麗なんですよ。なので捨てるのがもったいなくなっちゃいますね。よいしょ。はい、よいしょ。中が、あ、ごめんなさい、間違えちゃった、テレコになってるね。ですね、中がこんな感じです。わかりますかね。ここで見える？はい、ピンク系のアイシャドウとローズの色とちょっと差し色のグリーンのパレット。何これでいい？うん、はいですね。これはもう限定色になりますので、今回ご予約いただいた方だけの商品になってます。ただケースの方はね、先ほども言いましたけどずっと使えますので、中身を入れ替えて楽しむこともできますので、無駄にはならないかなと思います。はい、で、あともう一品。よいしょ。ル・レオスール・デクラ、これ私大好きな商品ですね。先日もここでご紹介させていただいてから、ちょっと売れた、うん、はい、結構ねお客さんがね、あれ何みたいな感じで来てくれてね、ちょっと売れた。これ限定色のルレオスルデクラですね。105番という色になってます。ここの部分ゴールドが入ってますので、少し艶があって華やかな雰囲気になりますね。でケースの方もこの星座のモチーフにちょっとボコボコっとした感じになってるので、手触りでもデクラだなって楽しむことができます。中のねイメージと共通になってますね。わかるかな。はい、こちらも詰め替え可能ですので、終わってしまったら通常のものを詰め替えて使うことができますから、ケースはもう全然無駄にはならないと思います。ブラシの方もね入ってますのでね、はい、これはね私もう今回一押し、ほんと一はけでツヤがあってめっちゃ綺麗につきます。私今日ちょっとメイク直しながらつけてきたんですけど、やっぱりねつけてるのとつけてないのではね、もう全然目の下のハイライト効果ってやっぱ若く見えるなっていうのがねすごく実感できます。ほんとこいつなんだけど綺麗に見えるのよ、これ一はけでねめちゃいいです。はい、ぜひこれはお店でねつけさせてって言ってきていただければ、私たちの方でご案内ができますので言ってください。はい、じゃあどんどんいきます。で、秋のシリーズです。ルージャーレーブル口紅のミニセット、こちら5本セットで12,100円の商品です。で、こちらはですね5本セットなんですけれども、今出ている通常の商品から人気色を5色選んでミニパッケージで出しているものになりますね。でもう捨てる色がないというか、全部使える人気色で、このちっちゃいサイズのものになるので、ポーチの中にもすごく入りやすいですし、これレッド系ですね。はい、誰でも使えるお色が揃ってますから、例えばプレゼントなんかでちょっと差し上げるとか、季節には合わせてちょっと使い分けをしたいんだけど、何本も買うのはちょっとね予算もあれだわなんていうようだったら、5本セットだったらなんかどう、すごく良くないですか。もう捨て色なしですよ。でやっぱりクレドポーの口紅って
まあ、さっきご紹介したルージュアレーブルなんかも1本6600円で出てるんですね。なので私もご紹介するとお客様の方からなんか高いねっておっしゃる方が非常に多くて、私もまあ安い商品だとは思ってないですけれども、ただそれだけトリートメント効果が高かったりとか色持ちがすごく良かったりとか、とにかくこう唇をふっくら見せて艶やかに、それがもう一日ずっと続くよっていうところの効果っていうのはやっぱり信頼感がある口紅なので、これがね5色お試しができるっていうのはすごく大きいんじゃないかなと思います。パッケージもねこんな可愛らしい星座のモチーフのパッケージに入っています。はい、じゃあ次で、あともう一品、秋のものにはクレンジングのトリオといって3本セットの洗顔とクレンジングのものも出てるんですけど、ちょっとこれ箱が大きいもんですからごめんなさい、今日持ってきていないです。あのクレンジングの拭き取りローションとあとオイル、洗顔とコットンがセットになってで、9020円のお値段で出るものがございます。ご興味ある方はぜひお店の方までいらしてください。で、あと冬のもの、こちらはですね、はい、あれだっけ、さっきのルージャーレーブルのミニセットから11月の21日に発売になるんだっけ、ごめんなさいちょっと言い忘れちゃって、ルージャーレーブルのミニセットとあのクレンジングのトリオの部分は11月の21日に発売なので、すいません皆さん間違えないようによろしくお願いします。で、こちらの冬のセットの、ルセラムと、はい、これ美容液ですね、あとラクレーム、こちらの2品も11月21日の発売という形になります。で、このルセラムとラクレームっていうのは実はあの資生堂のクルノポーボーテを代表する美容液とクリームになってくるんですけれども、はい、ルセラムはこちらですね。もう見てください、瓶がすごく素敵でしょ。ちょっとあの濃紺の色に星座のモチーフが書かれていて、もう飾っておくだけでももうドキドキしませんか。はい、これもあの限定品なので、もうあのなくなってレフィルにしたらちょっとこのデザインもごめんなさいないんです。はい、わかるかな。はい、これがルセラムで、こちらがラクレームですね。よいしょ。で、あのもしかしたらねネットなんかで見て知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、簡単に説明だけさせていただきますね。ちょっとねあの時間も巻いているのでね早めにしますね。あのルセラムっていうこちらの美容液は50ミリ入っていまして、税込みで 27,500円のお値段です。で、洗顔後すぐに使っていく、化粧水ですが乳液の前に使っていく、あの最初に使うっていう美容液なんですけれども、肌のエラーをどんどん直していく、あとは老化に向かう肌、ちょっとあのトラブルを起こしやすい肌、エラーを起こしている細胞っていうのを瞬時に修復をして若い肌に導いていくっていうような、結構ね高老化の効果が非常に高い美容液なんですよ。で、使っていると本当にね肌の土台を作り変えていくっていうような美容液になるので、他の例えば化粧水乳液後に使うものの効果がもうね倍増どころじゃないですよ。もう3倍4倍5倍ぐらいになります。なのでとにかく肌の調子が良くなったっておっしゃる方が多い一品で、やっぱり高いねっておっしゃる方もいるんですけど、それだけリピーターもめちゃ多いです。はい、今からちょっと冬に向かって寒くなってきて乾燥してきたな、ちょっとシワが気になるな、毛穴がなんとなく緩んで感じがするなとか、あとマスクの中でなんだか肌が疲れちゃって困るわなんていうような方は、少し頑張って一品入れてあげるだけでも過ごし違うかなと思います。はい、で、あとラクレームですね。こちらのラクレームはあの見ていただくとね、ビジュアルでもう高そうじゃないって思われるかもしれないです。絶対高いです。はい、6万6000円というお値段ですね。はい、でこちらのラクレーム、あの最高級品のクリームになりますけれども、エイジングの効果っていうのはね、あの栄養がたっぷり入ってるんだよとか、しっとりするんだよっていうだけじゃないんだっていうのがすごく実感できるクリーム。はい、あの女性のね肌悩みって何ありますかって聞くと、大体みんなシミシワたるみ、あと美白くすみ、ちょっと肌の緩み、毛穴の状態、ざらつき、くすみという、もういろんなものが出てきますけれども、そういったお肌悩み全部に効果があるんですよっていうのがこのクリーム。はい、なので年代ですとか肌質問わず誰でもお使いになります。そうね、男性も使います。はい、お使いになっていただいて大丈夫ですよ。
で今回からねこちらのラクルームあのレフィル対応ということで中身の詰め替えができるようになりました。なのでこの青い素敵なパッケージがそのままで中身だけ詰め替えて使っていけますので、鏡台の上でねあの毎日こうちょっとめでながら、はい、あのお顔全体にしっかりつけてという感じで、もう確実に綺麗になれるクリームです。あの私もねこの業界入ってこういうクリーム扱うと最初ビビるじゃないですか、小娘だから。いやこんなん高いのちょっとどうとかってなるんですよ。そしたらねやっぱねあの奥様たちがあんたねそんなことないのよ、これ高くないのよ。なんでかっていうとね6万円ってねあんたほらだいたいほら何コートとかさスーツ買えるじゃんって言われるんですよ。まあ確かにコートとかスーツ買えますよね。だけどコートスーツは毎日着れないじゃんって言われて、あーって。でもねこれね毎日つけられるんだよ。それでね毎日つけたら絶対綺麗になるから、あなたのことはねこの子は絶対に裏切らないって言われて、あーそうなんですねって言って、やっぱ一回つけると分かります。もう全然違うから、あの私が今までつけてたクリームは何だったんだっていうぐらい本当すごいです。顔です。実際若くなる、あ若くなりますよ、使っていただければ。はい、まあ、そんな感じで後が使えておりますのでちょっとこれくらいでやめておきます。はい、税込みで6万6千円です。はい、そうですね、まあ、奥様へのプレゼントとかね、はい、で、あとね楽しいメイキャップの方でご紹介をしていきます。こちらは11月の18日に発売になりますエレガンスのメイキャップのシリーズですね、こちらのセットで、全部税込みで8250円、エレガンスとコフレサンタシオンという名前で出ております。ポーチの中に2色組のアイシャドウ、これはアルモニーアイズですね、限定色になります。こちらとグラビティレスマスカラ、これは限定色のグレーですね。あとレオンジュエアイズ、あとブリリアントルージュビジュー、こちらの4点がセットになってのご紹介です。だいたいですねこのマスカラとアイシャドウの2点で、3500円の4000円なので7500円消費税で8250円になるんですよ。なので安く感じちゃう。そうそうよ、だからこれとこれはもうなんか実質おまけ的な感じ。そうで限定色ってたまに私も経験あるんですけど、突拍子もない色で出てくるやつとかねたまにあるんですよ。そうするとね、わお、これはちょっと上級者だな、困ったなみたいなのがないわけじゃないんですけど、今回のエレガンスのは誰でも使えます。あの本当ね年齢がちょっと高めの奥様でも大丈夫ですし、メイキャップ始めてもう何年しか経ってないようなお嬢様方でももうあの失敗なく使いこなせるお色しか入ってないです。なので捨て色がないって私よく呼んでます。でこのお色がちょっとローズピンクの色なんですけど、キュートすぎないローズなので、目元のくすみを飛ばしてあげて明るさを出す、あと透明感ツヤ感が出てきます。で今ねちょっと私つけてきたんですよ、あの見えるかな、あの家を出てくる前にさささっとつけてきたんですけど、はい、なんか私ごめんなさいね、あのこんな感じで見えるかな、わかる、あの際の方に濃い色を入れて上にハイライトを入れて、黒目の真ん中にジレアイズのちょっとキラキラを置いてあるような感じ。はい、でマスカラがこれグレーなので黒ほど強くないんです。なので黒のマスカラって結構主張が強くてバッチリバチーンって出るので、それはそれでメリハリがあっていいんですけど、少し強すぎてしまう場合があるんですよね。はい、あのなんとなく気合が入りすぎるみたいな感じ、うん、それがないのでね、あの今回うちのお客様の中ではこのマスカラの評判が非常によくって、これをね通常で販売してくんないかしらねっていうお声がとっても多かったです。まあ、なんかもしかしたら出るかもしれないし出ないかもしれないし分かんないです、はい、そんな感じでなんかちょっと巻き巻きでハーハーしながらやりましたけど、なんとか時間に収まってよかったです。はい、であの限定品についてはですね、あの非常に人気のアイテムも多くて、正直私たちももうかなり数の方が
もう少なくなってしまってるものも多いんですよ。でメーカーさんによってももう追加納品がほとんどないもんですから、もう来た数だけが出たら終わりになってしまうんですね。なので500優先という格好にはなります。なのでちょっと気になるな、これちょっと使ってみたかったんだなんていうものがあったら、ぜひ早めにお店の方でご予約をいただけたらと思います。で何ラクレームの予約したいって上です。次の番組だからよかったらどうぞ。はいね、ありがとうございます。じゃあなんかこんな感じでまとめちゃって大丈夫ですか、うん、はい、はい、でほら今、はい、変なこと言うので何尊敬してますこれで、はい、やってください。そうしましたらね、ちょっとまた年末のお楽しみということで今日お話をしましたけれども、今度はね冬の肌のお話でもさせていただこうかなと思います。また来月お目にかかります。ありがとうございました。はい、では次の番組はひろみちお兄さんの焼津の荒祭りでアイエットになります。よろしくお願いします。ありがとうございました。これ使うから、うん、商品のこととかね、まあ、さっぱりわかんないから、ね、そうだよね、俺ら何言われてもわかんないです。